今日の話はですね、ロードバイクでこれからビンディングシューズにチャレンジされる方、そしてビンディングシューズのですね、買い替えを考えている方へ向けて、これがおすすめというですね、シューズをご紹介していきたいと思います。選んで間違いなしのロードバイク用のビンディングシューズのご紹介。ぴったりとですね、サイズの合ったものをチョイスすることで、ロングライドが快適になったり、ヒルクライムのタイムアップも期待されます。2023年シーズンは新しいシューズで走り出しましょう。それではスタート。はい、どうもスタッフ健太です。スタッフ健太の自転車塾、今日も一緒に自転車のお勉強をしていきましょう。今日の話はですね、ロードバイクでこれからビンディングシューズにチャレンジされる方、そしてビンディングシューズのですね、買い替えを考えている方へ向けて、これがおすすめというですね、シューズをご紹介していきたいと思います。ロードバイクをですね、乗り始めまして、数ヶ月が経っていよいよロードバイクにもですね、慣れ始めてきたなというところでですね、ぜひ、ビンディングシューズにチャレンジしていただきたいなと思っております。ビンディングシューズ、ビンディングペダルとですね、聞きますと、足がですね、ペダルにくっついちゃって、なんか怖いな、という方も多いかなと思うんですけど、メリットがですね、たくさんありますので、まずそちらをですね、お話ししていきたいと思います。メリット一つ目、回すペダリングができる。というところでですね、普通のペダルだと、まあ、時計で例えますと、だいたいその12時から6時の方向しか力が入りません。で、まあ、これね、踏むペダリングにしかできないというところですね。踏んでるペダリングになりますね。で、ビンディングシューズ、ビンディングペダルの場合は、まあ、足がくっついているので、これがですね、引き足というですね、これ6時以降のこの7時から9時ぐらいまで、このですね、ところにも力が入ってくれますので、よりですね、これ、力が入ってスピードも上がります。まあ、これはですね、まあ、回すペダリングということができるようになりますので、足の負担も軽減できますし、ロングライドの場合はですね、これ必須アイテムの一つとなります。はい、で、回すペダリングをですね、これゲットしてロングライドを快適に走ってみてください。2つ目、ケーデンスが上がる。ケーデンスというのはペダルの回転数になりますね。足とペダルがまあ一体になることで、まあ、ペダルが回しやすくなり、自然とですね、これペダルの回転数が上がります。それによって速度も上がってくれます。ビンディングシューズに交換してからですね、まあ、ロングライドが楽になったというお客様も多くなっていますので、ぜひですね、ビンディングシューズチャレンジしてみてください。3つ目ですね、無駄な力が入らなくなったので、足が太くなりにくいというところですね。普通のペダルの場合はですね、踏むペダリングをしていたので、まあ、無駄にですね、これ頑張ってペダルをぐい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 押し込んでいたと思います。で、そのペダルからですね、まあ、回転させるペダル、まあ、ビンディングのペダルにですね、交換することによって、無駄な力が入ったペダリングではなく、良い意味でですね、これ力の抜けた自然なペダリングができるようになってきます。で、これによってですね、まあ、足の負担を軽減するとともに、無駄な力が入らないので、まあ、足がですね、これ太くなりにくいというところでございますね。まあ、女性の方にはですね、はじめ、ちょっとこれビンディングシューズ、ビンディングペダルがですね、怖いというところもあるかなと思いますが、ですね、正しいですね、やり方さえマスターしてあげれば非常に楽だと思いますので、ぜひですね、チャレンジしていただきたいなと思っております。一応ですね、まあ、このチャンネルでもお話をさせていただいたんですけど、別のですね、ちょっとビンディングシューズ、ビンディングペダルの取り外し、取り付けのやり方
初心者向けのですね、動画も撮ってありますので、こちらですね、詳細欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。そんなですね、3つのメリットをお話しさせていただきましたので、おすすめのシューズの方をご紹介していきましょう。今回ですね、シマノさんでいう SPD-SL、3点止めのクリートを取り付けられるロードバイク用のですね、シューズのご紹介となります。まずはですね、初めての方へ向けたシューズのご紹介ですね。おすすめのシューズがこちらになります。シマノの RC3 ですね。価格はですね、17,600円税込み価格となっております。このシューズですね、モデルチェンジしまして、締めるところがですね、これボアというですね、細かいカチカチカチっていうね、仕様になっております。で、こちらのですね、RC3 のおすすめのところなんですけど、幅が広いモデルが出ているというところですね、ワイドサイズというところですね。日本人のですね、これ足の形というのは、幅広、高高の方が非常に多くですね、これ海外メーカーのシューズの形状が合わないという声も多くなっております。で、初めてのですね、これビンディングシューズの場合、日本人の足の形状にですね、これ、合ったものを、特にですね、これシマノさんのシューズをお勧めさせていただいております。こちらのですね、RC3 は、ソール部分がですね、これナイロン製でできておりまして、トップグレードのようにですね、カーボン素材でガチガチに硬くないので、ロングライドもですね、快適に走れるかなと思います。カラーリングはですね、こちらホワイト、ブラック、レッドがありまして、それぞれですね、幅が、ノーマルサイズとワイドサイズがご用意できます。で、当店ではですね、こちらの RC3 に関してはですね、国内でもこれ40店舗ほどとなっております、シューズのですね、エクスペリエンスショップというところになっておりまして、全サイズですね、これ、22.5 ぐらいから30センチぐらいまでのですね、もう全サイズ、あと、ノーマルサイズ、ワイドサイズ、幅のですね、違いもですね、全部試着が可能となっておりますので、ぴったりと合ったものをですね、これチョイスしていただけるかなと思います。初めてのですね、ビンディングシューズはぜひ、こちらのシマノさんの RC3 で決まりです。ぜひご注目ください。続きまして、シューズのですね、買い替えを検討される方へ。当店でですね、2足目、3足目でですね、一番人気のシューズがこちらになります。同じくシマノの RC7 となっております。こちらになります。かっこいいカラーリングとですね、これ機能性のバランスが非常に素晴らしいシューズとなっております。このですね、RC7 の上に、トップ選手たちがですね、愛用しております RC9 というモデルがあるんですけど、このですね、RC7 と RC9 の価格差ね、2万円以上もしちゃうんですよね。でも、シューズの重量はあんまり変わりがありません。それなので、人気というところもありますね。で、トップモデルのですね、これ RC9 との違いなんですけど、これソール合成とボアの機能性とかの違いが大きいかなというところで、ソール合成はですね、RC9 より、少し低い合成感の、10という数値になっております。トップモデルのですね、これ RC9 が12というですね、ソール合成となっていますね。で、RC9 の場合ですね、これ少しソール合成が高すぎて、ロングライドで足が痺れてくるという方もいらっしゃいますので、ロングライド派、ヒルクライムをですね、楽しまれている方にとってみれば、この RC9 の方がいいかなと思います。ぜひですね、ベストシューズだと思っておりますので、ご注目ください。そして、ボアの違いに関してですね、これトップモデルの RC9 に関しては、これ締める機能、緩める機能、この2つのですね、機能を持ったボアが採用されているんですけど、
RC7 に関してはですね、これ締めるだけのボアがついております。これ緩めるときにはですね、これ一度リリースしてあげてから再度締め直す必要があります。で、私はですね、これ RC9 という、トップモデルを使ってるんですけど、このですね、ボアの機能は少し大きな違いだと思っておりまして、例えばですね、イベント中だとかレース中にですね、これ細かい調整を好む方に関しては RC9 の方をお勧めさせていただいております。ただですね、これ2万円以上も高くなってしまうので、個人的にはですね、ロングライド、ヒルクライムをベースに楽しまれている方にとっては、RC7 がお勧めかなと思います。でこちらもですね、ノーマルラスト、ワイドラストがありますので、日本人の足の形には非常にフィットするかなと思います。買い替えをですね、検討されている方は、ぜひこちらのシマノの RC7 ですね、チェックしてみてください。よろしくお願いいたします。ビンディングシューズのですね、注意点としては、必ずですね、これご試着をしていただいてからのご購入をお勧めさせていただきます。いろんなシューズをですね、これ、いろんなシューズといろんなサイズをですね、これ試してみないと、自分の足に合ったものがわからないと思いますし、これサイズをですね、間違って買ってしまって変え直す方もいらっしゃいます。でお近くのですね、お店に行ってサイズがあるかどうかをぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。ということでですね、今日はビンディングシューズおすすめ2つをピックアップさせていただきました。新しいビンディングシューズでですね、これからのロングライド、ヒルクライムを楽しんでいきましょう。それではまたアップします。